東京都中央区サイロス選手です。スターキッズ体操クラブスラッチライブに所属、山田小学校で練習しています。楽しんで新技挑戦中、どんな技を本日繰り出してくれるでしょうか。リゾークの山田さん、そしてずっとかかと足を大きく伸ばした、それぞれの選手には30秒間の時間が与えられています。30秒間の間にしっかりとジャンプにパフォーマンスアピールしてもらいます。それが3セット1人に対して3セットずつ時間が与えられています。しっかりと時間を使ってアピールしてもらいましょう。現在ライン取りは佐々木優選手、埼玉県12歳、富山県に所属。さあ、ここで3人を待ち合わせしました。次の選手、田中敦也選手、付属兵庫県12歳。得意技は笑顔と書いてきました。笑顔でライン上に立ってくれてるでしょうか。そして1本目に打倒テルトと本日シード権を受けています兄の田中健太選手に対する挑戦状が取り組みされています。素晴らしい技乗り切る難易度の高いトリックをしっかりと練習してきました田中敦也選手。さあ、そして8歳の長野林英信選手、オムセスラッチライブ所属。練習場所は長宝寺スラッチラインパークと、そうなんです、オムセのですね、長宝寺というお寺にはスラッチライン大きなパークがあるんです。ぜひ長野でお越しの際は遊びに来てください。さあ、ここで30秒使い切ります。第2試合最後に取り出してきたのが渡辺俊之介選手、本東京都12歳、府中スラッチラインアミューズに所属。普段はですね、京都の森公園という公園で練習しているそうです。頑張りますので応援してくださいということで取り出していきます。ぜひ応援よろしくお願いいたします。残り9秒、バランスを取りチェストから前向きチェスト、そしてファーストはそれぞれの選手1回目の30秒が使いました。ここから2回目の30秒でそれぞれの選手が30秒が3回ずつ与えられています。現在ライン上には佐々木優選手、10歳の埼玉県、一方コンチキシー押し入れのバウンス、そしてレイバウンス、足を振り替えました。非常に姿勢がいい、アイリング投手に1回転判断します。スーパーライン上、田中敦也選手の兵庫県11歳、兄の田中哲選手は現在日本ライダーとして活躍中、そして今回はですねシード選手として明日の決勝戦までの試合を免除されています。ダブルキャッチ、チェストバウンス、押し入れキャッチしました。続いてライン上、林英信選手、さあ非常にスピカルに多彩な技を織り込んでいきます。
女性渡辺慎之介選手。26点ゲットとダブルキーになってしまいますが、少しからドリブルします。レディーバウンス、これでバウンスして1回3回転方向で倒します。さあ、それではレディーバウンス選手が2回ずつ30秒使いきました。あと残すところ1回ずつしかありません。この30秒でしっかりとパフォーマンスアピールしてもらいましょう。現在代表小山田健吾選手、ミドロップ、さあ30秒耐えきりました。続いて佐々木優選手、最後の30秒になります。バウンスとしてテストのバウンスと